ノース・シドニー・カウンシルは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州の地方公共団体。シドニー・ CBD とは、ハーバーブリッジ及び海底トンネルのハーバートンネルで、結ばれている。シドニー・ CBD から北にわずか3キロメートルの位置に、あり、交通の便が良い。東は、モスマン・カウンシルと隣接し、北西を、シティ・オブ・ウィロー・ビー、西は、ミュニシパリティ・オブ・レーン・コーブと隣接する。 ノースシドニー地区とセントルナーズ地区は駅前再開発により高層ビルが集積している。シドニー湾に面した住宅地には船着き場を備えた邸宅が立ち並んでいる。シドニー湾北岸の経済の中心地であり、トヨタファイナンシャルサービス、IBM、デノボといった世界企業やオーストラリアでチェーン展開するポルトガルスタイルの軽肉料理を展開するオポルト、 プリペイド式携帯電話を展開するサビーテル、オーストラリアやニュージーランド、東南アジア、中華人民共和国で建設、エンジニアリング業務を展開するライトンホールディングスといったオーストラリアアジア企業が本社を設け、まさしくシドニー湾北岸の経済の中心地でもある。ノースシドニーカウンシルは以下のサバーブで構成されている。ノースシドニーカウンシルの議会は、 13人によって構成される。任期は4年。選挙区は4つで、それぞれの選挙区から3人の議員が選出される。市長は12人の議員とは別に、単一選挙区で同時に1人が選出される。市長はジリー・ギブソン。最新の議会選挙は2012年9月8日に実施された。市長も含め議会全員が特定の政党に所属していない。 格好となっている。AB、ノース、シドニーカウンシルクラムオーアワード。ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ。2012年9月20日、閲覧。AB、ノース、シドニーカウンシルタンクスワード。ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ。2012年9月20日、閲覧。AB、ノース、 シドニーカウンシルビクトリアワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月20日閲覧 AB ノースシドニーカウンシルウルストンクラフトワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月20日閲覧 ABCD ノースシドニーカウンシル メイアールエレクションローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月20日閲覧ありがとうございます